ッカー J2 ロアッソ熊本の藤本力選手が今シーズン限りで現役を引退しました。藤本選手に19年間のプロ生活を振り返ってもらい、これからの抱負を黒字アナウンサーが聞きました。オーバーヘッド入った。藤本力選手、山口県出身の37歳、元日本代表のミッドフィルダーです。サンフレッチェ広島など J1 の5チームでは385試合に出場し、44得点をマークしました。2年前にロアッソ熊本に加入し3得点を挙げましたが、今シーズンは怪我の影響もあってわずか7試合の出場にとどまりました。現役最後のシーズンが終わってしばらく時間が経ちますけれども、はい、今どんな心境で過ごしていらっしゃいますか？ほっとしてるし、すがすがしい気持ちで今はいますね。自由奔放にやってきたなっていう印象もありますけど、まあ、そのアビスパで1年目に入った時には想像できなかったようなプロサッカー生活を過ごせたので、すごくこう運にも恵まれてたし、本当にありがたい19年間だったなと思います。まあ、デビューされたアビスパとの試合、はい、しかもロアッソのファンもいましたし、アビスパのファンもたくさんいて、すごくいい雰囲気で締められたなって印象があったんですけども、最後両チームの選手が集まって胴上げ始まりましたよね。あれびっくりしました。びっくりしましたね。まあ、倉川とアビスパの古賀が温度を取ってくれて、まあ、本当不意な感じだったんで、はい、もう胸が熱くなりましたね。今までこうキャリア6チームの中で一番印象に残っているシーン、ゴール、どんなものでしょうか？まあ、ふっと出てくるのは J リーグの初ゴールの98年の開幕戦で鹿島相手に決めたフリーキックかな。すごい思いが詰まったシュートだったんですけど、まあ、前の年に監督とちょっと喧嘩してメンバーをずっと外されることがあって、その時にずっとフリーキックの練習してたんですよ。まあ、それが花開いたんで、まあ、練習は嘘つかないなっていうのを実感したシーンでもあったんで、はい、すごく覚えてます。そして去年引退した北島秀明コーチとはお互いに刺激を与え合いました。まあ、熊本に来て、まあ、一番の出会いだったと思いますし、彼によって自分のそのサッカー感とか将来のこととかそういうものを改めて考えるようになって、新しいことにこう挑戦する励みになったので、まあ、これからもずっといいサッカー仲間で長く付き合っていきたいなっていう。何が合うんですか？何でも合うんですよね。まあ、飯も合うし、もちろん話も合うし、いろんなとこで価値観が合うやつなんで、はい、ほとんどサッカーの話ばっかりなんでしょ？ほぼですね。ほう、どんな話をされるんですか？サッカーの話です。そのやっぱり戦術の話とか。もちろん戦術の話もあるし、マネージメント的なことの話もあるし、はい、これからのロアッソの話であったりとか、はい、サッカーに関わるものは全てですね。はい、だからこれからも北島さんとは共に歩んでいきたいという思いも持ってらっしゃるようですけども、まあそれが2人の夢でもあるんで、はい、自分が監督で北島がコーチっていうのは、2人で描いた夢だし、本当そう遠くない、現実的な夢だと思うんで、必ず叶えたいなと思いますね。監督になって監督になります。監督になって帰ってきます。これからの目標というのはあり、監督になりたいです。それどうしてですか？どうして、何をやりたいですか？どうして、いや、いいチームを作りたいですね。選手として、まあ、さまざまな監督のもとでやらせてもらって、まあ、いいところもたくさん見てきたし、逆にそうじゃないところも見てきて、自分だったらもっとこういうふうにできるんじゃないかなとか、まあ、そういう思いが頭の中で膨らんできて、それをやっぱ実現したいなっていう。どんな監督になってると思います？
いや選手のままじゃないですか喜怒哀楽激しくて、ベンチにいても激しい監督になるのかな、どうだろうね、本当やってみないとわからないな、こればっかりは、藤本選手は現在は将来監督になるために必要なコーチライセンス取得のために選手たちに混じって練習を続けています。他の誰よりも大きな声が今でもロアッソの練習場に響いています。将来はロアッソの監督ですか？分からんすこの間なりたいなと思いますけど、まあ、3人いるとそういう愛着とか、ロアッソ愛っていうのは当然出てきたんで、まあ、自分にできることはロアスに対してやりたいなとは思うんで、まあ、そのためにしっかり修行しないといけないし勉強しないといけないし、まあ、そういう立場に選んでもらえるように頑張りたいなっていう思いは今ありますね。まあ、あの選手の時もこの自分の求めるサッカーのスタイルがあったと思うんですけど、監督になりたいというのは自分の求めるサッカーを今度監督という形でやりたいんだろうなっていうふうな気がしましたね、話聞いて。で何よりこのサッカーが好きなの表情にも出てますよね、そうですね、練習の時も笑顔でこうボールを蹴っているシーンが何度も見られて、本当にサッカーが好きなんだなっていうふうに感じました。藤本選手は強いリーダーシップでこれまでチームを引っ張ってきましたが、若い選手に対してはもっと自分の喜怒哀楽やキャラクターを外に示して自分を表現してほしいと話していました。以上、くまスポでした。